ニルギリタールは、牛カタール属に分類される、グルテールイ。インド南部固有種体長150から175センチメートル。肩高95から106センチメートル。体重100キログラム。胴体背面の毛衣はクラキカッで、背面の正中線上に沿って、暗色の縦縞が入る。また背に、クラ状に肺カッシやお白色の反紋が入る個体も、いる。 覆面の毛衣は白い。最大格調44.5センチメートル。角の断面は台形。角の表面には不規則に横磁場が入り、角の外側には両線状の隆起がある。オスの成獣は、頸部や肩の体毛がやや伸長する。オスの老齢個体は、顔の毛衣が黒、胴体背面の毛衣が安価色になる。乳頭の数は2個。 標高1200から2600メートルにある高木が、点在する草原と断崖に生息する。白名白母性6から104頭からなる群れを形成して生活する。休息時には1から2頭のメスが見張りを行う。植生は、植物食で、主に草を食べるが、この葉も食べる。繁殖形態は体性、周年繁殖し、妊娠期間は6から7ヶ月。 一回に一頭の幼獣を産む。メスは生後19ヶ月で生成熟する。寿命は16から18年。肉が薬用になると信じられている。開発による生息地の破壊、薬用の乱獲などにより生息数は減少している。1997年における生息数は2000から2500頭と推定されている。ありがとうございます。